オパティアオパティアオパティアは、クロアチア西部プリモリエゴルスキ、コタル軍の都市及び、基礎自治体で、リエカの南西部に位置するアドリア海沿岸の町である。2001年現在の人口は市外で7850人、基礎自治体全体では12719人で、ある。オパティアは、クバルネル湾に面しウチカ山脈のふもとに位置している。 内チカ山脈の一番高い地点は、ボヤク山で、標高1401メートルである。オパティアは、イタリアのトリエステから鉄道で90キロメートル、プーラからは、道路で82キロメートル離れた場所に位置している。オパティアは、地理的には、イストリア半島に位置するが、行政的には、イストリア軍には属しておらずプリモリエゴルスキ、コタル軍に属する。 夏や冬のバカンスシーズンには著名なリゾート地となっており、平均気温は冬が摂氏10度、夏は摂氏25度である。オパティア周辺部は月桂樹の美林に囲まれ、美しい磯や入り江に沿った海岸の遊歩道での散策も楽しめる。オパティアは古代にはイリュリア人の一部族、リブルニ族の領域に含まれていた。ローマ時代にはオパティア周辺は パトリキと呼ばれる貴族のビラがいくつかあり近くの町で、あるカストリウムラウレアナ、京のラブランに続いていた。中世、現代のオパティアの町はおそらく小さな漁港があった、村であるベプリナツとカスタブに分かれていた。ベネディクト会の修道院が最初に1 4 5 3年に言及されており、この間周辺に小さな村落が開発されていた。 現代のオパティアの歴史は1844年に、遡り、ディエカの裕福な商人であったイギニーオスカルパガビラ、アンジョリーナを開きリゾート地としての基礎が築かれている。オパティアは、オーストリア皇室やオーストリア貴族の流行りの、高楽地となり後に配るナーホテルのような豪華なホテルや、カメリアレストラン、ケグレビッチ家による警察署などが作られた。 オーストリア南部鉄道が運営する新しい鉄道路線が利益化に延伸されると路面電車がオパティアに敷かれた。オーストリア皇帝フランツ・ヨーゼフ一世は冬の間の数ヶ月を悲観のため温暖なオパティアで過ごしていた。今日でも19世紀以来の高級ホテルやビラのいくつかは存続し営業している。1920年にオパティアはイタリアに帰属することになった。 その2年後、ファシズムが登場し、イタリア政府は、ほとんどの公共部門と市民のイタリア化を推し進めたが、第二次世界大戦後の1947年、ユーゴスラビア領になると、イタリア系住民のイタリアへの移住が増加した。1991年に、ユーゴスラビアからクロアチアが独立すると、町は、クロアチア領の町となった。オパティアの地名はクロアチア語で、 修道院を意味し、14世紀以来の歴史深い、ベネディクト修道院オパチジャシーベルト、ジャコバが街の名の由来にもなっており、スベトグヤコバ公園に位置している。聖ヤコブ教会は1506年に建てられ1937年に拡張され、現在でも同じ場所に建っている。ネオロマネスク様式で緑の丸屋根が顕著な受胎教会は1906年に建築家、 カールザイドルによって設計された。ありがとうございます。